待されているアクション部分、これフレームレートが非常に改善されていて滑らかに。アクションが可能になりました。就像我们这边所看到的，不只在画质上有大幅度的提升，那角色动作也变得更加流畅。ゲームをビータで遊んだことある方は分かるかもしれないですけれど、まずマップのこういう草とかですね、それから光源処理、光の表現ですね。このあたりがかなりリアルにビータからパワーアップしています。那相信有玩过 PS Vita 版的玩家一定可以印象很深刻，就是说我们在我们现在所看到 PS 画面里面呢，它的最佳强化的部分就是所谓光源处理的部分，一定让大家有跟 Vita 版很不同的感受。で、椅子を初めてご覧になる方もいるかもしれないので、簡単に説明しますと、椅子8のアクションはこの通り、3人のキャラクターを切り替えながら、敵の弱点を見極めて。戦っていくアクション RPG になります。那可能今天 在场有第一次接触一作的玩家，我们还是要简单的说明一下，就如同我们这边所看到，它是一款操作可以一同时操作切换操作三个角色，针对敌人的弱点进行攻击的这个动作 RPG。アドルが剣による斬撃、それからこのラクシャが、レイピアによる射という打つ攻撃ですね。それからこのサハドがパワー、こういった属性を使い分けながら、敵をバンバン倒していく。那我们主角 RPG 的呢？那我们主角这个亚特鲁他用的是剑，所以他的是斩击的属性。那刚刚另外一个女生兰可莎，她是使用突刺的属性的攻击。那另外一个大叔沙哈特呢，他是使用力量属性的打击系的攻击。でこのアドルが、この島に漂着して漂流者を助けながら、村を築いていくというのが基本的なゲームなんですけれども、このアドルがこの冒険していくうちにですね、不思議な夢を見るようになります。那我们这个游戏一开始的剧情，它是描述这个亚特鲁他漂流到一个荒岛上，然后必须要去岛上探索，来慢慢救出跟他一样漂流到岛上的人来。但在这个过程中，他会做一种很奇怪的梦。でその夢の中に登場する少女のね、ダーナという、不思議な世界に暮らす女の子が現れるんですけれども、この島でのアドルの冒険と。そのアドルの夢の中でダーナという少女が、冒険する2パート、このイースがゲームを含んでる、ゲームなんていうんですかね、2本入ってるような感じで構成されてるんですね。那在他的梦中会登场一位叫做丹娜的很不可思议的少女。那在随着故事推展，他也必须在玩家必须操作丹娜在他的梦中冒险。所以这是故事，就是由荒岛探索跟他的梦中冒险两个部分来交互来进行来组成。この通りプレイステーション4の画面がビータに比べて随分パワーアップしているということをご覧になっていただけたかと思います。那相信大家都可以很明显的感觉到跟 PS Vita 版的画面上的差异。でここでですね、実際にダーナの方の物語のアクションもちょっと紹介したいなと思います。那因为我们现在要介绍丹娜部分，帮我们画面帮我们做一个切换。でこのダーナ編なんですけれども、ここが今回のプレイステーション4の中でかなりパワーアップしてるんですよ。でビータ版を遊んでいただいた方はご存知かもしれないですけれども、ダーナ編についてはアクション部分は割とちょっとおまけっぽかったんですよね。で今回このプレイステーション4のダーナ版はかなりその辺が、強化されてます。那这个丹娜篇的部分呢，应该算是我们这次在推出 PS4 版的时候追加最多分量的部分。那可能有玩过 Vita 版的朋友们都晓得，就是一开始的丹娜篇比较像是一个额外的剧情的部分，但这个部分将会在这次有非常重大的强化。まずですね、スタイルチェンジというダーナが変身していろんな力を身につけながら戦うことになります。所以我们会在里面追加一个叫做风格变换的一个系统，让丹娜有办法在各种不同的形态下进行作战。で、追加シナリオもダーナ編には追加されていてですね、この追加シナリオにはビータ版には登場しなかった新キャラクター、重要な新キャラクターも登場することになります。那我们在丹娜篇的追加的剧情里面也会有本来ビータ版没有登场过的角色出现。是。加えてダーナ編ではですね、ビータ版ではレベルが固定で。買い物したりとかそういう要素もなかったんですけれども、その辺がプレイステーション4版では、全てできるようになっている。那因应这样的一个部分呢，那所以我们在丹娜篇本来在 Vita 版里面玩家是不能升级也不能买东西的，这些部分在 PS4 版里面都会获得追加。実際にそのスタイルチェンジを今からお見せしていきます。那我们现在想要来实际展演这个风格变换这个系统的部分。こちらがダーナの世界ですね。
那么现在就来到丹娜的世界里面。で今回ですね、ダーナは精霊を助けることでいろんな力を身につけるんですけど、その中であのスタイルチェンジといって変身する力をあの身につけていきます。那我们这次丹娜必须在这个额外的剧情里面，他会去必须去救去帮助一些精灵来获得这样的一个形态变风格变换的一个新的能力。これがあのダーナの通常の戦闘スタイルなんですけれども、这个是他普通时候的风格。まあこの姿だけではなくて変身することで、例えば古代種に強力なダメージを与えることができる、グランデと言われているスタイルですね。那跟我们像我们那边有看到他在变换风格以后，可以像这样用有力的方式对游戏中古代种这种强敌做造成大量的伤害。この変身することですね、スタイルを変化させることで。同じスキルでも全て、この効果とかそれからダメージが変化するんです。那做出风格变换以后，你本来有的这些招式的性质跟它的效果也会有所不同。アドル編があの3人のキャラクターを切り替えるのに対して、ダーナ編はこの属性とは関係なくですね、このスタイルを切り替えることで全くアドル編とは違ったアクション RPG に。那因为我们刚刚说到，在亚特鲁篇基本上是切换三个伙伴来进行战斗，在丹娜原本的丹娜篇里面并没有这样的一个功能，所以我们这次是透过追加这个系统的方式，让它玩起来像一个全新的动作 RPG 游戏。もうすでにですね、なんていうんですかね、アドル編とダーナ編合わせて2本のアクション RPG が、PS4 版のイースには入っていると考えてもらって。いいんじゃないかなというふうに思います。那我们觉得几乎可以说是玩家玩到亚特鲁篇跟丹娜篇，几乎可以说是一款游戏里面收入两款不同风格的这个动作 RPG 游戏。このスタイルチェンジはですね、こういうふうにあの今は戦闘をしてますけれど、戦闘でいろんなあの効果が変化するだけではなくてですね、例えばあのこのグランデのモードですね。グランデだとまあ移動スピードは落ちるんですけれども、例えば風の強い場所で吹き飛ばされない。それからあの亀裂の入った岩などを砕けるといった、マップ上に対する機能も、含まれているんですね。那比如说这个风格变化，它并不是只有使用在战斗中。比如说我们现在所看到它拿锤子这个形态，它基本上有不会被击飞的这样的一个特性。那这样的一个特性也可以用在冒险中跟地图各处的机关互动这样的一个部分。それからこのルミナスというモードはですね、スピードがまあこういうふうに速いだけではなくって。実際に光の力を応用することで、見えないものが見えるようになったり、それから、寒い場所ですね、雪で凍えるような場所は、寒さで体力が減らないと、そういった力も、機能として積んでますので、その辺をマップによって使い分けながら、ゲームを進めていくことになります。当然マップもですね、あの新規でいろんなマップが登場しますので、このダーナ編っていうのはかなりやりごたえのある、ゲームになってますね。那像我们这边所看到，它这个拿双刀叫 Luminous 的这个形态，它基本上是跟光有关系的形态，所以它在这个状态下可以具备特殊的能力，比如说可以看见原本看不到的东西，或者在雪地的地形可以用来保暖。那就是因为这样你会有不同的风格下，又可以在冒险上也有各种不同的注意。で、このイースはですね、あのこれだけパワーアップしてると、やっぱりビータ版遊んだ人もやっぱりもう一度遊んでもらえるんじゃないかなというふうに思ってます。那我们相信，在 PS4 版新增了这么多的内容之下，本来已经玩过 Beta 版的玩家，一定也可以充分的享受这款游戏。那 EVE シリーズはですね、強いですね。シリーズとしてストーリーが必ず一本で完結するようになってますので、まあ8って名前はついてるんですけど、まあ初めて遊ぶ方でも全く問題なく遊んでいただけるシリーズですので、ぜひね、EVE初めての死んじゃいました。方も手に取っていただければなと思います。はい。